録画したいニューズスコア楽譜を開きます。右下の縮尺サイズ変更ありますが、コマンドプラスマウスホイール上下でサイズを変更します。だいたい 63%、68% くらいがおすすめです。アプリのウィンドウの右端を最小まで寄せます。2ページ以上あるときはシフトプラスマウスホイール上下で楽譜を横スクロールしてみて、最後までスクロールするか確認。最後までスクロールしないときはウィンドウを少し広げてリトライするとスクロールするようになります。余白調整が必要ならフォーマット、ページ設定から余白を調整します。シフトプラスコマンドプラス5で画面収録します。選択部分を収録にして枠の範囲を楽譜の四つ角に合わせます。2ページ以上の時は外枠いっぱい、1ページなら楽譜の大きさにしておきます。選択部分を収録、オプションの音声はなしにしておきます。収録を押す。ミューズスコアファイルを再生します。曲を最後まで再生したら収録を止めます。次に音声ファイルを作成します。ファイル、エクスポート、送付のみを選択。ファイル形式を選択、今回は MP3 にします。 WAV にもできます。エクスポート、保存先を選択、保存。MP3 ファイルができました。キャップカットを開いて編集します。画面収録したファイルをドラッグ&ドロップ。比率、縦型16:9、楽譜の曲が始まる位置に MP3 ファイルをドラッグ&ドロップ。再生しながら不自然にならないよう位置を調整。できたら完成エクスポート。スマホ版のキャップカットの方が扱いやすいので、ファイルをスマホに移して編集するのもいいです。できた！アップロードの際は曲の著作権に注意しましょう。